どうも、ジュニキの声です。直近から218日目、今日は補填の話をします。この動画を参考にされてた方で実行したにもかかわらず椎茸が出なかったという方が対象で、対象者には椎茸が出る確率が高い同じ長さの木をお送りします。下の概要欄のメールアドレスにご自分の見る椎茸の写真を複数枚添付し送っていただけたら審査して対応させていただきます。ただ椎茸が出なかったという人もまだ気温が高くて出なかった場合もあるので、2回目の浸水もぜひ試してみてほしいです。不甲斐ない説明動画でしたけども、200日間のお付き合いいただいた方ありがとうございました。これからも椎茸に関する動画を上げていくのでよろしくお願いします。219日目、壊滅かと思われた木の中にも無事そうな木がありました。ワッパーはほぼ大丈夫だと思います。未熟君と普通の原木が一部大丈夫かなというぐらいです。あとはホメちゃんも袋の奥側に位置していた部分は生き残ってそうな感じがしました。他はね、残念ながら行ってしまいましたね。ひょっとしたら木の中の方で菌がまだ生きているかもしれませんが、それだと穴からではなく皮からなので、早くても来年の秋以降の発生です。大分県の乾燥椎茸なんかは大部分がそれです。で、話がそれましたが、この中で椎茸の発生の可能性を秘めているのはホメちゃん、ワッパー、ミジュ君、そして普通の木の4本だけになってしまいました。悲しすぎるでございます。この4本は時を見て再度浸水します。220日目、今日はいい穴の例を実際に見ていきたいと思います。つまりワッパーの穴を一つ拝借して中の様子を覗いてみましょう。ちなみにダミの例は別の動画で5を用いて説明しているので、まだ見てないよという方は概要欄からご覧ください。では行きましょう。ちょっと分かりにくかったかもしれませんが、いい穴の例は隙間なくしっかり詰まってる、白い、そして乾燥していない、この3つですね。そういう穴があれば浸水すればほぼ確実に椎茸が出ます。鬼に金棒にあるトゲみたいにボコボコ生えてきます。本当はそんな状態を目指したかったんですが、まあまた来年ですね。221日目、今日は普通の栽培での失敗率はいくらかというお話をします。今回の失敗で仮にもプロが何をやっとるんだと思われていると思います。全くその通りです。返す言葉もありません。椎茸農家の方に実際に話を聞いてると、1割の原木をダメにしたとか結構聞きます。毎年1年生と言われるほど、その年の天候や気候やその他条件に左右されるのが実情です。まあ、ここは1割どころか7割を超えちゃってるんですけど、それは置いといて、要は自然の条件によって毎年出来が変わりやすいので、ほぼ完全に綺麗に全部椎茸が生えてくる気になるかというと、そうでもないのが現状です。222日目、今日はダメになった木をそれぞれほじくっていきます。早速いきましょう。というわけでいかがでしたでしょうか。もちはこちらの都合で省きました。これら全部が一気にミスターカビと同じ状況になったと考えてください。もう本当にね、発覚した時は寿命がセミになる勢いでしたよ。
生き残ったホメちゃん、ワッパー、ミジ君、普通の原木の4本に期待です。223日目、今日は椎茸は何度でよく出るのか、そして2回目は浸水するならいつすべきかについて話したいと思います。結論から言うと、菌の種類にもよりますが、15度から20度ぐらいがよく出ます。それ以上でも出るんですが、薄っぺらくなりやすいですね。肉厚にするには数が減りますが、10度以下が理想です。見ての通り室温が20度を超えているので、2回目の浸水は最低でも18度くらいまでは待ちたいと思います。もう少しお付き合いください。224日目、皆さんお気づきでしょうか。本日は悲しいんですが、ダメになった原木をこのデスクから取り除きました。残ったのはホメちゃん、ワッパー、ミジュ君、普通の原木と4本だけ。随分と絵面が寂しくなりました。なんせ雑菌がはびこってきて胞子を飛ばしまくってる可能性があるので、置いときたくても置いときませんでした。残った4本を大事に管理して、なんとか椎茸が出てくる様子をお届けできたらと思います。次の目標です。椎茸キャラ図鑑は現在17キャラ、各キャラの説明は SNS に載せているので、下の説明欄から見てみてください。はい、今日は以上です。見る椎茸のビデオログが参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。ではまた。